皆さんこんにちは。トミカが大好きレナさんです。本日はドゥルルルン、こちらトミカタウン消防署消防士付きで遊んでみよう。パッケージから出したら、これはなんだ？長方形の箱だよ。側面にファイヤーステーションって書いてある。これは消防署って意味だね。早速開けてみるよ。中から消防署が出てきた。しかもこの消防署はすごいんだ。1階建て、2階建てロング、2階建てコンパクトの3つの形に変形しちゃうの。自分の好きな建物の形にしちゃおう。駐車場にトミカを駐車できるよ。なんとかっこいい消防士までついてくるよ。消防士がいるとさらに遊びが楽しくなっちゃうね。あ、火災発見、現場に急行だ。消防車出動。消火作業完了。今日も勇敢な消防士と消防車のおかげでトミカタウンの平和は守られたよ。遊び終わったらコンパクトにお片付けできちゃう。別売りのトミカタウンと一緒に遊んで、君だけのストーリーを作り出そう。トミカタウンの平和を守るトミカタウン消防署消防士付きをよろしくね。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。